しましょう。スマホがやってきました。拍手で足踏みをお願いします。もう来ましたよ。ありがとうございます。ではスマホがこちらに来るので、今しばらくお待ちください。2012年に誕生いたしました、バラの妖精の男の子でございます。
ちょっぴり恥ずかしい皆さんなので、お手柄に知らせたいと思います。ここは、トコラちゃんがですね、キャラクターを務める、コパワーク水俣バラ園がですね、毎年4月、下旬から5月下旬、そして、11月上旬から下旬までですね、今、バラの開花の時期に合わせて、コパワークバラ園に、登場いたします。コパワーク水俣のバラ園はですね、1万3000平方メートルの、広大な敷地に、800種5000株のバラが咲き誇っております。今週もですね、まだ10月末からバラが咲く予定になってますので、ぜひお越しください。好きだねで、お花だけでなくてですね、水俣ではですね、さっき言うと水俣和紅茶という、和紅茶が有名になっております。水俣のですね、お茶はですね、90年以上の、古い歴史がございまして、水俣芦北地区で生産される和紅茶はですね、お茶を飲んでいただいてますね。和紅茶を、発祥の地とされる熊本県全体の7割を水俣芦北地区の方が、シェアを持っております。和紅茶はですね、洋紅茶よりも、渋みが少なくてですね、和食や和菓子に合うのが特徴と言われております。ありがとうございます。でまずですね、旬の時期は少しずれてしまいますが、辛味が少なくてですね、生でそのまま食べられる、甘いあのサラダ玉ねぎも水俣の、名産品となっております。ペコポン、いわゆるペコポンとかですね、白縫いとかですね。ペコポンじゃなくて、ペコポンじゃなくて。ペコポンですね。ペコポン。ペコポン。ペコポンとかですね、甘夏、柑橘類をですね、豊富に栽培されておりまして、ぜひ、水俣のうまかもとですね、食べに来ていただければと思います。よろしくお願いします。そっちじゃないないフルーツのデコポンが美味しいところとね、この動きと一緒にね、覚えていただけたらと思います。はい、はい、それではですね、本日、水俣市についてですね、もっと、していただきたいなと思いますので、アルバクイズの方を、用意してまいりました。今も答えていただけますでしょうか。イエーイ、ありがとうございます。それでは、第1問、水俣、先ほどご紹介いたしました、水俣名産の和紅茶ですが、原料の茶葉ですね、お茶の葉っぱですね、は、緑茶と同じである丸葉ですか。もう一度、水俣名産の和紅茶について、原料の茶葉は、緑茶と同じであるか丸葉ですか。皆さんも一緒に考えましょうね。熊本は正解をこちらに置きましょうか。はい、ヒントが何かあるかなってしっかり見ておりますけれども、味は全然違いますからね。どっちだろうね。熊本正解はこちらに。はい、ではそれで、この時間です、皆さんの方に、聞いていただきたいと思います。はい、まず丸だと思う方、手を挙げていただけますでしょうか。お、はい、じゃあ逆に×だと思う方、手をお願いいたします。お、お、丸が圧倒的に多いですね。ほとんど丸ですね。はい、ほとんど丸でしたけれども、クマモン準備はどうでしょうか。あとちょっとかな。なんか丸×クイズのはずなんですけどね、多いみたいですけども。
クマモン準備をしておりますと、 OK、 クマモン準備 OK ということです。はい、ありがとうございます。よろしいでしょうか。はい、それでは、正解の方を発表いたします。正解の方は熊本から。失礼しました。熊本の回答をしっかり見ていただいて、まず失礼しました。熊本間違ってるかもしれんけんね。うん、皆さん大好きだけど、そうそう。じゃあ熊本の正解は3、2、1で、はい、発表したいと思います。いきますよ。熊本がもう正解は3、2、1。じゃじゃーん、熊本は丸と思うってことで、丸にね、葉っぱをとお茶を入れておりますけれども、印象が合ってるのでしょうか。正解発表をお願いします。はい、お待たせしました。正解の方、はい、丸でございます。熊本で正解です。まろやかな、味ということになっております。今日はフルーティーでですね、ほんとに甘いというのが特徴ということで言われております。ですね。この正解でした。嬉しかった。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあそれでは続きまして、第2問でございます。第2問またまいきますよ。はい、水俣にはですね、湯の湖温泉というですね、白根井海を眺めながら、温泉に入れる、温泉街がございます。この湯の湖温泉は、海と温泉と、言われているんですけれども、一方で山の温泉と言われる温泉も水俣にございます。こちらの名前は、湯の葉温泉という場所ですか。もしも、山の温泉と言われている温泉について、湯の葉温泉という丸か×か。山の温泉はこれ湯の葉どうか、一緒に考えましょう。はい、ビッグタイムです。どっちかな。ワクマホネコバラちゃんヒント教えてじゃないよ、こそこそせんよ、先生堂々とお願いしますよ。皆さん一緒に考えてくれてますけどね。はい、皆様の方にも聞いていきたいと思います。はい、では、丸だと思う方、挙手をお願いいたします。おっ、また見ないですね。いいですね。はい、それでは、×だと思う方、挙手をお願いいたします。うわぁ、皆さん、×ですね。ありがとうございます。どうでしょうか。どうも、答えは出ましたでしょうか。はい、ここが通じになるんですね。
湖温泉です。はい、そして山の温泉は湯の鶴温泉になります。はい、皆さんにお応援いただいて、ありがとうございます。まだまだ水俣の、ね、ご紹介したいものあ、はい、クイズじゃないんですが、最後に一つ紹介させていただきたいと思います。今ですね、水俣市の方で、宿泊券名、水俣観光応援券をやっております。こちらがですね、水俣市内の宿泊施設に宿泊いただいた方にですね、宿泊施設や飲食店、お土産屋さんなどで使えるで3000円の、クーポンを渡しているという事業になっております。皆さんもぜひ、まだまだですね、数に余裕ございますので、ぜひ、ご利用いただければと思います。よろしくお願いいたします。Yeah!
ありがとうございました。
言葉の時間が完全に開始するまで今しばらくお席の方でお待ちください。はい、解散できる状態となりました。最初、最前はどうぞお忘れください。